はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンナでございます。本日はですね、メニューが、ガンダムコラボブースターのバトスピをね、買ってきました。どうも、実写ですね、ザクリ。なんと今回、2箱、買ってきました。2箱だよ。今回のお目当てはですね、シャアアズナブル。私の大事なシャアアズナブルです。おさらくですね、手に入れられればなと思って買ってきました。2箱です。今回の動画のためだけにですね、ニューガンダムと、サザビーは、押し入れから引っ張り出されてきました。ピンファンデルのね、ピンファンデルの取り付け方がわからなくなるっていう事件が発生したけど、どうにか取り付けられてますね。まずは、コストペンに爆発するべきだった。で、好評ですね。ごめんね、カメラの位置がね、携帯で撮って、スマホで撮ったんだけどね、買い替えたせいでカメラの位置がわからないので、2枚目が拡張ボスです。ちょっとずれるかもしれないので、ごめんね。さっきから。さて、ちなみにすぐにです。一つ。俳優だけなんか黄色のところを、ゴールド、ガンダム赤でやった。あと1パック目、ハッシュマン。あとね、エアリアルでも組みたいから、ちょっとね、エアリアルで買うぞ。あ、仕分けようとしてるな。仕分けようとしてる。仕分けたせいで完全に、ニューガンダムで消えてしまうけど気にしないでね。みんな遊ぶ持ち下げようかな。BGM ちょっと下げてね。タパックね。まあ、なかなかね。完全にレアリティ枠が出てしまってるけど、シャアがね、あれなんよ、あれなんよって言ったらあれなんやけど、レアだね、レアリティが。だから出やすいんやろうって思っちゃるんやけど、実際どうなるかはわからんっていうのが、あるよね。なかなかな、まあ私は、今撮ってる私は後付けですので、完全にね、わかっちゃってるわけですけれど。で、まあ、逆シャアが出る。まあ、幸先はいい方ですね。ニューガンダムね。ニューガンダム、でも、組みたか。でもな、3つ組みたいのがあると、なかなか、お金がかかるよね。まず、ニューネイキね。まあ、別段、ハサウェイは別に。ねえ、見てないんでね、原作っていうか映画を見てないので、そこまで組みたいかって言われると組みたくはないんですけど。なので今ね、学園か、逆者か。クエス。クエルクークエルクーあーグエキャン。グエキャンやで、グエキャン。で、この日に、同日に、ミリオネさんのプラモが発売されたんですけれど、朝市へ行ったにもかかわらずですね、目の前のおじさんたちに全て回収されたので、パッケージしか拝めませんでしたね。なんとかです。買えたらワンチャン買おうって思ってたんですけどね。エランド、ハンマーチョッパー、ハンマーチョッパーを端までぶち込んだ逆者にエアリアルですよ。契約スピリットの方のエアリアル。絡める。見切れてますかよ。そっち、そう。よかったね、かなちゃん。もう一枚欲しいよね。エアリアル。契約スピリットとはいえ、もう一枚欲しいよね。二枚よ。ネズミ、どうなんだろう、契約スピリットってあんまりな、無限のデッキしか持ってないけどな、契約スピリットのデッキって。出てみて、中級機ですね。ロングレイズ。で、シャアが出ないのに、アムロ君見切れたままだった。ごめん、アムロ。ブレイブスピリットのアムロですね。レアリティはレアなんだよ。だから、レアと M レアが一番狙いにくいよね。パック、むくときって。X レアより、レアの方が出ないよね。こういうのって。ギラ動画に、オルガキね。オルガキが入ってるんだよね。もっと、まあ、あれが鉄火弾。あれやもんな、なんかアプリがあるもんね。それで増やしたのかなって思ってるけど。
ね、あの、Gガンとか来てほしいですね、そのうち。Gガンコラボ待ってますね。で、ストールね、サイコフレーム。すごいね、きらびやかだね。綺麗に反射してるね。で、やりゃ、ビームサーベルだね。ビームサーベル。いや、まあ、やっぱりな、降臨が多いからね、この、エアリアル系統は、どうしても。だからどうしてもな、契約降臨したいから、エアリアルが欲しいけど。エアリアルかな、まあ、X レアですからね。シャネルさん、リガズイ、変形と両方入っておけね。変形とあの、モビルアーマー耐震かな。ウォールビスレックスね、最終決戦型ですね。自分のデッキは結構削るタイプのカードが多いけんね。デッカ団って急になんかそのタイプが増えたんやけど。なんか墓地に送って発動する効果が増えたね。うん、手間取ってんな。手袋変えたんですよ。手袋変えたせいでね。多少、あれなんですけど、あのスマホ太陽の買ったつもりがスマホ太陽じゃないっていうね。毎回、おっと。アルファアジール。アジールももう一枚。これ出てほしい。ねえ。結構もう一山終わってる？気づいたら。もう一山終わってんね。早いね。この喋りながら見てると、撮ってた本人はね、長えな、長えなって思ってたんだけど。いや、でも結構ね、引きは、私の引きというよりも店員の引きなんやけどな、もうここまで来るとボックス買うときって。出た脱出ポットが流行ったらすごいよね。まあ、逆者といえば、まあ、脱出ポットをね、あの、アクシズにめり込ませるっていうあのシーンが有名ですけど、あとニューガンダムのね、再び画面パンチするあのシーンが、あのシーンをカード化してほしい。残念ながら入っておりますよ、ね。出ないね、シャア。どうしたの、シャア。サビーの、サビー、どうしたの。で、決闘が出て、野球だね。お、ミリオネさん。ごめんね、あの、ガンプラ買えなかったの。ガンプラって言わないな。フィギュアライズスタンダードか。ミリオネさんが目の前で売り切れていくのを、ただ見ることしかできなかったよ。ミリオネさん、二つ目かな三つ目か。ミリオネさんとスレッタちゃんを三つ目するのがいいんかなって思いながら、フライトなんで。今日はクッシーガンダムで、私がね、Google で調べるまで全然読めんかった、あの、クッシーガンダム。発音もしづらい。クッシーガンダム。言いにくい。X レアね。クシーガンダムも確か契約があったと思うけど、出た方はウィジンの方だね。降臨の方なんですかね。クシーガンダム、カウントにいいのか。ちょ、ロングレンジライト、ダブル X レアだね。ダブル X レアのニューガンダムロングレンジフィンファネルだね。これどこで出たか私知らんねんけど。あの、にわかやけんね。にわか、ガンオタとはいえにわかやけんね。ロングレンジフィンファネがどこに出たかわからんねんけど、すごく嬉しいです。ダブルエクセル。シンボル、飛行剣2つまで、スピリット、ネクサスを好きなだけ破壊できて、破壊したカードの効果を発動させないっていうのが、召喚、降臨時効果に持っている超強力なカードですね。ニューガンダムでカウント6以上でオーバーカウント持ちか。なるほどな。って言ったらなんか進んでんな。あれ効果読んでるうちに。パック数が多いからちょっと負けていこうって思ってあれやな。急いでるんやろうな。カウント、オーバーカウントが7か。ロングレンジフィンファンネル。ごめんね。まだ読んでたわ、私。で、メッサーとかね。デミトリの地中機ね。あ、輝き打ちできるんやろ、プラモの。最近のプラモって、輝き打ちができるって聞いてね、ちょっと。新しい最近のプラモ。最近買ったプラモで、だって龍神丸が最後やけんな、私。リュネイ君ね。リュネイ君か。で、龍神。龍神丸。失礼。あー、タヌキちゃん。ウィー。シャン、シャン。負けない。シャーク。シャーク、グランドウォーカーネクサスも入ってるけんね。グランドウォーカーと、この、ブレイブの方のシャーが、めっ
やばい、3ずるいはいいですが、2枚ずつ、最低でも2枚ずつ欲しいけど、なんかね、この顔が結構好きなんですよ。ちょっと生きってる感じのシャアの顔が好きなんだけど。あ、で、ペーネロペーだよ、ペーネロペー。ペーネロペーがね、私、にわかすぎて最初、クシーガンダーとペーネロペーがどっちがどっちかわからんっていう事件が発生してしまったんだけど。全然見てないからね、映画。マフティ、ペーネロペー、バースト持ちか、使いやすいね。バーストで、スピリットのアタック後のバーストやけん、ペーネロペーだいぶ使いやすいカードだね。で、ハサビー。で、そのマジはガンダムを狩るっていう。マジで、ミラージュ持ちですね。いいよね。こういう、ミラージュが増えてくれると使いやすくていいよね。で、エアリティもちょっと高いっていう。なし。エラン君。エラン君。エランさん。エランさんか。ビームさん。バルバトスと、もう、奥、仕分けてるのね。はい。ここが読めてないよ、お前。で、火星の王へ。そのままじゃガンダムを狩るって。あ、すげえな。フラッシュ効果でレベル1、3のアイテスプリット一体デッキなしで戻せる。エアリアルがおったら防げらん。魂状態ね。で、逆者に、フリー。フリーダムもいいよね。フリーダムもね。フリーダムシードディスティ、ディスニーガンダムの方が私好きなんだよね。ストライクフリーダムとかフリーダム。顔は昔あんまり好きじゃなかったけど、最近だって良い、いいなって思い出した。めっちゃ好きに。逆者、まあいいよ、楽しいよ。だってね、フシオンが、僕ら。ね、馬に乗ってるシャーに向かって突撃してるからね、あの。草原でゴロ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 って転がり合うけんね、あんちゃん何してるんだろうな。で、ストルーに、ジェガ。チェーン・アグスさん。アグスさんはヒロインのほう。はい。ニューガンダムは伊達じゃ、ニューガンダムは伊達じゃないとカード化されてるんがね、いいよ。ちょっとファンが熱くなるよ。私は熱くなるよ。見切れてるよ。で、ハサウェイに、なんかね、逆襲のシャアばっかり来るんだけど、シャアのね、グランウォーカーがね、で、タレマイラリアル、見切れてるよ。もうちょい、チッチ、オッケー。ガンビットのね、エアリアルだね。よかったね。ガンビットエアリアルか、ちょっと、効果を、勝手にこっちで読むか。ポスト6以上の学園に契約、こう、降臨が可能か。契約降臨で。で、こう、もっと、送ってみて、うん。フェブレーシンの相手スピリット1点ずつを好きなだけで木の下に戻せるんやって、降臨値、ドアトック値。結構エグい効果持ってんの。で、スレッドとブレイブ中にシンボルが追加できるっていうのが、ガンダムエアリアルのガンビットの効果ね。オーバーカウント2以上やから結構使いやすいんじゃないかな。でも、カウント開けるカードって、あんま学園にないよな。な、グエル君。グエキャン。グエル君。気づいたらキャンプに行ってたからよくわかってんねやけど、状況があんま組めんうちに、が、ね、キャンプ張ってたから。スレッタちゃんがね、いいよね。学園になっとるんかね、ガンダムじゃなくって。まあ、ガンダムエアリアルって入っちゃってるんやけど。で、最新話で、ガンダムなのってはげ、ササビー出たよ、ついにササビー。惜しい、激惜しい。ほら、ササビーよ。取り出してくるっていうね。つぐみのサザビーを堂々と出すっていう、この度胸もあれだけど。ファンネルがね、1万2000で、ファンネルっていう新しいコントが出ましてですね。まあ、ファンネルといえばあのファンネルなんですけど、ターンに1回、だけ、お互いのアタックステップのターンに1回、合計 BB1 万2000まで好きなだけ相手スピリット破壊できるっていうね、素晴らしい効果を持ってるんですよ、サザビーさん。で、1コスト追加で払えば、ネオジオンを持つスピリットに、すべてに赤シンボル1個追加やから、すげえな。なんか奇襲じゃないけど、総攻撃かけたらめっちゃ強いからですね。いいね、サザビ。
え、サザビー単体で、サザビー単体の話しても大丈夫。いけそうや。BB の最も高いアーティスピリットで破壊できて、アタックに。で、破壊したスピリットはシンボル1個につきワンドローか。ってことは、ね、ロクデンラッシュのあの方を破壊すれば、あ、そんなの無理、それは無理かさそう。ロロの方とか破壊すればめっちゃ強いんじゃねって思ったけど、あいつ破壊できらんのやったっけ、できるんだっけ。で、シャードブレムジュニア防げないということで、サザビーさん。リアクト動画、リアクト動画とかね。やっぱ物合い系の相手が好き。うん、嬉しい。クシャトリアとかね。クシャトリアね。クシャトリア。クシャトリアが好き。で、私は。アルファジェールもパンネルも結構、あれですね。やっぱりパンネルを今回押してるんで。で、クーデリアとアトラ2枚目だね。クーデリアとアトラがチェッカ弾とチェッカ弾を持つブレイブスピリットで、バーチャーチカで買うんですね。まあ結構お持ち、トラッシュを回収もできるってことか。でも1枚ずつ回収から、ちょっと、まああれか、墓地に行ったら効果が増えるかな。増えるって強くなるかな。確かに、あれ違う。で、あ、クシーガンダムの契約スピリット版ですね。クシーガンダムの契約スピリット版。あ、そういえば日本もなんか契約スピリットになってたな。あれ、サザビーだけなってなくね。これサザビー。いや、いいんだけど、手に入ったからもう一枚欲しいんやけど。せめて二枚欲しいよね、サザビー。でも結構終盤になってきてますね。5パック、5パック買える。で、オールが。全然あの、シャーズナブルのグランウォークが出ないんですけど、どういうことですか。デミトレーナーに、ティンファネルバリアのニューガン。ティンファネルバリアって未だにどういう状況かよくわかってない。まあまあまあ、いいか。シーガンダム。シーガンダム系が結構出たけど、これは、買い足さな。やばいよね。デッキ組むんだったら。どのデッキもちょっと足りんよね。キュキュさん。キュキュさんはいいよね。いいキャラだよね。うわ、スレッタ2枚目。ありがとう、スレッタ。シャーン、なんでスレッタとシャーンは二人同時に来るの。ありがとう。めっちゃうら、喜んでるけど、お前、あの、グラモーカーはまだ出てないやつ。ぜひシャーマンカーだ。スレッタちゃんがタヌキタヌキって言われてるけど、ほんまにタヌキやと思う。緑のタヌキとコラボしてる。エアリアルコラボのエアリアルは買ったけど。ユネイとかどうしようかな。逆シャアのデッキで、シャア以外のブレイブを誰でいいかな。あ、ガンダムを買った。ミリオネさんもう一枚欲しい。出て欲しい。サズメもせんでいいか。エアリアルがもうちょっと欲しいよね。エクセレア。サザビーと、シャーズナブル。お前が出なきゃ話にならない。いや、お前ら仲良しやん、シャーとアムロ。アムロが出てないからシャーも出てことか。なるほどな。ソードインパルスね。インパルスもいいよね。普通にシンが乗った時のインパルスの方が好きなんやけど、最後のルダマリ。ルダマリアが乗っとったんかな、最後。あの時のインパルスよりかは、おっ、クエス。クエス。行かないか、一緒に行かないか、クエス。で、包容に、エアリアね。で、流星号ね。結構、鉄火弾の新規カードが多くってね。で、パーストね。パーストか。パーストは、あんまり、あれ、興味ないって言われるけど、自身の中では、そんなに好きな機体ではない。シードとシードディスティンって考えてます。ディスティンに増やしてほしいな、もうちょっと。ヤクトドロ。ヤクトドロも結構好きな機体ではあるんやけど、赤月大鷲。赤月か。ラストワンパック。もうワンパックだね。意外と早いね。パーツ喋るんやったらいつの間にか。いつの間にかね。どうにかね、20分、30分で取り収めようと思ってたから。帰ってきたテンションでやってるかな、これ。で、パシュマル。パシュマルのカードかっていうのかな、まあ。でどうやってキープに込めばいいかわからん。で、決闘にハイジャック、パンプキンヘッド。で、
エイベックス、レックスが2枚というね、結果に終わりましたけど、まあ今回はですね、ダブルエクスレアのニューガンダムが出たっていうのと、サナビーがちゃんとね、出て、そう、2枚がちゃんと1枚ずつやけど、まあ出たっていうのが、喜ばしいところやと思います。あとスレッタ。ニューガンダム？ダブってるよ、カンナと。カンナとダブ、カンナとダブってる。反対側行くかな。また反対側行っとこうか。多分サザビーが持ってくるけど。この2枚がですね、ちゃんと出たっていうのが良かった。まあ、一箱買ってでいいかったらちょっとしょげるんだけど、良かったと思います。そんな感じでですね、今回の結果は、まあ、ちょっと残念な結果といえば結果なんですけれども。まあ、あれですね、サザビーが出た。ちゃんと3、しまね、グランオーカーネクシスが出なかったのが惜しかったから、追加で買うと思うんだけど、そこはしょうがないという話で、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回は来月ね、また新しい、でね、コラボでね、タイガー&バニーのコラボはちょっと私タイバニーを、見てないので買わないんですけれども、またですね、契約編第7弾。なんか診断が出るそうなんで、そちらの方はですね、また来月に開封して動画をアップしようと思います。惜しかったー、シャー、どうしてだよシャー、アムロが1枚しか出なかったから、お前らスパロマで仲良しやからな。はい、そんなことで今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。